はい、こんにちは。今回ですね、前回紹介させていただいたこのノバゴーソニックに新色が出たらしいんで、視聴者の方1名にね、新色プレゼントしますというプレゼント、プチプレゼント企画です。よろしくお願いします。ということで、詳しい応募方法については概要欄に載せてるんで、あとね、動画の終わりでもちょっと説明するんで、ぜひね、そこから応募してみてください。今回追加されたカラーが、レッド、パープル、ブルーの3色になるんですけど、全部ね、綺麗なグラデーションがかかってるようなカラーで、YouTube のアンケートで、一回僕、みんな何色がいい?みたいなアンケートした時は、ブルーが圧倒的に人気でしたね。なんか、これこれ、私これみたいなのが、パッと決まりやすそうな色展開になって、なんかこれとこれで迷うな、みたいなのあんまなさそう。僕だったら多分パープル一択でしたね。はい。でね、これ前回の動画で、海外の方のコメントで、なんかね、ちょっと、見せようかな。ちょっとみんなに見せますね。まぁ、ちょっと英語なんで、これ日本語訳すると、少し先のことを見てみましょう。1年間の保証が過ぎ、バッテリーが動作しなくなったら、要するに、保証期間が過ぎた家から、パーツが故障しちゃったら、もう使えなくなっちゃうじゃん、みたいな。バッテリーとか保証期間が過ぎても交換できんの?みたいなコメントなんですけど、これね、僕、宮見塾さんに、めちゃくちゃしつこく聞いたんですけど、いや、これ言ってるじゃないですか、みたいな。使えなくなっちゃったらどうするんすか?みたいなこと聞いてみたんですけど、そしたらね、エンヤミュージックさんめちゃくちゃ丁寧に、ご回答してくださったんで、それもちょっと紹介しておきますね。まずね、これコメントくださった方、ありがとうございます。これね、交換できるらしいです。エンヤミュージックさんからこれ公式に回答いただきまして、保証期間が過ぎても有料にはなるんですけどね、パーツ交換はできるらしいんで、だから保証期間が過ぎた後にパーツが故障しちゃったからといって、使えなくなるわけではないと。保証期間が過ぎた後ももう交換は対応してくれるらしいんで、このね、コメントしてくださった方はバッテリーって言ってるんですけど、まあバッテリー以外はじゃあどうなんだろうと。個人的に思って、バッテリー以外はどうなんすかみたいな、ちょっと聞いてみたんですよね。ついでに。ちょっとごねてみたら、バッテリー以外も、交換できるらしいんで、ちょっと画像までわざわざ送ってくださって、ちょっとこの画像見せていいかわかんないですけど、ちゃんとね、この動画出す頃には、エンヤミュージックさんにチェックしてもらってるんで、安心。こんな感じ、ちょっとね、中国語ちょっと僕わかんないんですけど、まあ、このメッセージ的には、これ、コントロール、ライトコントロール、ブリッジピックアップ、ネックピックアップ、スイッチの信号入力、バッテリーワイヤー、スピーカーワイヤーなどの部品は全てプラグイン接続を使用して交換可能ですと言ってくださったんで、ここのね、部品は全部交換できるらしいんで、まあ、コメントくださった方も、コメントはわざわざしてないけど、正直ちょっと気になってたな、みたいな方も、サポート期間が終了した後に、このパーツとかバッテリーが壊れちゃったとしても、ちゃんと交換できて直せるっていうことだったんで、まあ、そこはね、ぜひ安心してくださいってね、エンヤミュージックさんが、おっしゃってたんで、安心してくださいということで、実際僕が2ヶ月使ってみて、良かったところは、もうまずね、圧倒的に持ち運びやすい。正直ね、もうこれに尽きるって感じなんですけど、持ち運びやすいっていうのが、もうそもそも軽いっていうところと、友達となんか山で遊ぶみたいな時にも持ってったんですけど、山道とかで、車でね、なんか運ぶ時とかに、衝撃に強いんで、多少そのガタガタしても、その凹みとか大きい傷とか全然なってなくて、あとはその湿気とかね、その雨降るかもなーって思ったら、もうちょっと遊びでギター持ってくのって嫌じゃないですか。でも、全然気にしなくていいっていう。要は、持ち運びやすいっていうのが、物理的にね、軽いっていうのもあるんですけど、精神衛生上というか、気持ちの面で持ち運びしやすいっていう、持ち出しやすいっていうのが、結構、やっぱでかい。だからこれで本格的なレコーディングとか、これで本格的にガンガンライブするぜとかっていうような用途というよりは、細かいことを気にせずにどこにでも持ち出せるっていうタフさ。みたいなのが多分このギターの良かったところ。で、それは前回の動画でも多分ね、この辺言ってるんですけど、やっぱ実際まあ良かった点ですね。あとね、このね、ワンタッチで音を切り替えられるっていうのが、で、あと実際使ってて、これ良かった点か分かんないんですけど、思ってたより、こいつ触る機会が多いですよ。なんか、これもうほんと一瞬でね、音出せるんで、とりあえずこれポンってこの家にあったら、ギターの音でちょっと確認したいな、みたいな時に、パッてこれを手に取って、何も気にせずにその音を鳴らしてみるみたいなのを持ち出す時に、まぁ、ちょっと持ち運んで遊ぶ時に遊ぶかな、ぐらい思ってたんですけど、思ったより意外に触ってるな、っていう感じですね。
気になる点、これもね最初から分かってはいたんですけど、やっぱね通常の木のギターと比べるとその弾き心地とか鳴り心地、音って全然違うんですけど、それがやっぱね2ヶ月こう弾いてると顕著に、あやっぱ全然違うなみたいな感触がより強まった感じがする。で音で言うとね、やっぱすごく平均的な音がする。その生鳴りの段階から、なんか多分ねこのマイクで拾ってる音だとあんまり伝わんないような気がするんですけど、実際こう鳴らしてる感覚がすごくこうちょっと平均的な平べったい音の感じ、それがいいとか悪いではなくて好みとかの問題だと思うんですけど、普通のギターの鳴りとかを知った上でこれは買った方がいいかもしれないなってやっぱちょっと思いましたね。なんかこのこれを初めて買ってこれでずっとしばらく慣れちゃうと、通常のエレキギターの方がもちろん市場、世の中にはこのノバゴーソニックよりも出回ってるわけじゃないですか。で今後絶対その通常のギター弾いていくことになると思うんですよね。でその時になんかちょっと違和感というか、まあその時にまあ慣れりゃいいって話ではあるんですけど、最初っぱなではないかも。あくまでもこれはこういうものだっていうのが分かった状態で弾いてる方が健全なような気がする。なんかちょっと変な言い回しになっちゃって申し訳ないですけど。で、あとね、最初貼ってあった弦、まあこれ新品のギターとか買ったらもう大体みんな弦まず変えると思うんですけど、やっぱこれ最初から貼ってあった弦すぐね、ダメになっちゃって、だからもうすぐ弦交換したんですけど、そのね、弦交換の時に、これね、ここに、このゴムの蓋がついてあるんですけど、これがね、これ刺したくないな。これ刺したら、わかりますかね？めちゃくちゃピッタピタに、ぴったり、もうツルーンってこう、ぴったりはまるんですよ。で、これ一回はめちゃうと、もうね、外せないんですよ、これ。これ外せなくて、これね、ぴったりなってることによって、弾いてるときはこれが正しいんですよ、絶対。弾いてるときはこれがすごい、ツルッツルなんで、弾いてるときはこれが絶対いいんですよ。ただね、弦交換するときにここを取り出すのがいつも僕苦労して、これ僕のやり方が間違ってたら申し訳ないですけど、これね、一回はめ込んじゃうと、もう取れないんで、僕、いつも爪楊枝でこう、ほじくり返して、ペロって剥がしてるんですけど、ここはね、弦交換の時に結構意外とこれ使ってて、毎回なんか苦労する点なんですよね。地味に。まあ、大したことじゃないんですけどね。出っ張りみたいなのがついてたら、こう、そこ持ってペロって剥がせるんですけど、多分出っ張りがあったらあったで、こうやって弾いてる時に、なんかこう、なんか出っ張りがこう、なんか当たって、くすぐったいなみたいになると思うんですよね。これはね、多分これが正解の形なのかもしれないけど、なんか個人的には毎回毎回この弦交換のたびにここをこうね、やらなきゃいけないんで、まああるいはこの蓋ってもしかして最初ついてるだけで本当は捨てるんですかね。僕が律儀に毎回蓋してるのが悪いのかもしれない。もしかしたらそんな感じでね。これピックアップがフロント側がアルニコ2で、リア側がアルニコ5のピックアップが使われてるんですけど、このねフロント側のピックアップアルニコ2の方が、ここのこのつまみをこうピコッと引っ張り出したりポンって押し込んだりすることで直列と並列を切り替えられるんですよね。実質フロントの方で2パターンこう音を切り替えられる感じ。まあ直列の感じがこんな感じ。でこれを引っ張り出すと並列に変わるんですけど、そしたらちょっとこれ分かりにくいかもしれない。ざっくりなんかこう並列だとちょっとストラトとかのハーフトーンみたいなちょっと繊細な感じの音になって、押し込んで直列にするとまあハムのちょっとこう太い音というか甘い感じの音になるっていうような感じですかね。はい。でもう一回一応そのアプリで音出せるよみたいなののちょっと軽く、前回ねいろいろ使って遊んでみてるんですけど、詳しくはちょっと前回の動画とか見ていただいて、まあざっくりこのクリーンとオーバードライブとディストーションとハイゲインってこの 4つの歪み具合というか歪み具合、クリーンからだんだんこう歪んでいくような音色のパターンになってるんですけど、そのさらにクリーンの中にも4つプリセットを作れて、この一つ一つの今このソフトクライっていうやつが
選ばれてると思うんですけど、これをこの編集とかって押すとこんな感じで、いろんなこのアンプ自体のこうベースとか、まあ、ミドルみたいなこの、まあ、各パラメーターとかをねこういじっていけるよっていう。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ノバボーソニックやっぱ人気みたいで、新色も展開されてきてるんで、今後のねソフトもね随時アップデート入って、音色とかもどんどんこう向上してるみたいなんで、結構面白いかなと思います。でね、今回の僕のプチプレゼント企画の応募方法としては、X でねこの動画のリンクを貼ってる、今プレゼント企画やってますみたいなポストをしてるんで、そのポストにいいねとリツイートとしてもらって、僕に DM、 僕のアカウントも貼っとくんで、そこに DM ください。一言、何色が欲しいっていう一言だけください。レッド、パープル、ブルー、この3色の中からレッドをよこせとか、パープル送らんかいとか、何色がいいのかっていう、リツイートといいねしてもらって、何色がいいのか、もう一言で大丈夫です。何色、その意思だけ分かれば、あとはね、ランダムで僕のなんか感情とかが入らないように抽選するような形で選ばせていただくんで、まあ、当選した方にはね連絡しますね。その時にね送り先とか教えていただけたら、エンヤミュージックさんからも直接新品の状態のギターが届くように手配させていただいてますんで、一回僕のとこに来て、僕がねその袋開けて、おーこんな色かとかベタベタ触って、それをその人に送るとかではない、もうメーカーさんから直接新品の箱で届くので、そこはご安心くださいということで、まあ、ぜひね皆さん応募お待ちしておりますので、よろしくお願いします。今ねノバゴーソニックアマゾンで値引きセールをしてるらしいんで、ちょっとね狙ってた方とか、ぜひこの機会にチェックしてみてください。ではまた。